番組をご覧の皆さん、こんばんちは。今日は横須賀ウェカン大場に来ております。今回ご紹介する動画はウェカンでカレーを作ってみた。今回の主役は護衛艦乗員の胃袋を支える給養員です。食堂や調理室もお見せします。おはようございます。おはようございます。救急長の平川一です。今日は美味しいカレーを作るところから見ていただけるよう準備してますので、どうぞご覧ください。よろしくお願いします。大波は大きな波に由来する高波型護衛艦の2番艦で、横須賀を母港としています。東日本大震災での災害派遣のほか、諸外国との共同訓練や海賊対処行動など、海外派遣の経験が豊富な第一線で活躍する護衛艦です。入り口を入って右手にはずらーっとその日のメニューが並びます。護衛艦大波の食堂は1テーブルに4人掛けの全48席、艦艇によっては6人掛けのテーブルもあります。ここで約200名の乗員が交代で食事をとっています。あ、カレーのお供に牛乳と冷たいお茶も用意されてますね。それでは、護衛艦大波の食堂をご案内します。あ、こちらコロナなのでしっかりと対策が取られてますね。黙食。これは椅子を引っ掛けるやつですね。そうやって椅子を引っ掛けて、船が揺れても椅子が動かないようになっています。はい、テーブルも工夫されてまして、こう船が揺れても食器が落ちないように滑り止めになってます。じゃあちょっと食堂の次、調理室も紹介してもらってもいいですか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。それでは今回カレーを作っていただく給養員の方々はこちらの方々です。せーの、ようこそ大波。自衛官の活力と士気の源となる食事、護衛艦大波の乗員を体の中から支えるのがこちらの7名の給養員です。今回は特別におしゃれな調理服で登場してくれました。ここが護衛艦大波の調理室。限られたスペースの中に大勢の食事を作るための工夫や調理器具が盛りだくさんです。本日作ってみるカレーは大波スタミナビーフカレー。レシピは海上自衛隊公式ホームページの缶飯コーナーに近日公開予定です。お楽しみに。大波スタミナビーフカレー。護衛艦の乗員総員分ともなると、大きなバットからあふれんばかりの牛肉、大きなザルに山盛りの玉ねぎに人参、まさに圧巻のボリュームです。オーブンで焼くとジューシーな仕上がりに。カレー粉から作るって結構本格的。この包丁さばき、プロ並みの腕前ですね。どの材料も量が多くて大変です。はい、これだけ大量だとすごい悪の量。
さあ、だんだんとカレーっぽくなってきましたよ。カレーにコーヒー？身近な調味料を使うことでコクも旨味もアップ。いろんな調味料を入れるんですね。最後にバターを入れたら、いよいよ完成です。一体どんなお味になっているんでしょうか。大波スタミナビーフカレー、中央のガーリックライスを囲むようにルーを盛り付け完成です。栄養バランス満点、野菜も色鮮やかで、おかずはメンチカツにソーセージ、卵かわいい、牛乳との相性も抜群です。大波給与ツッコミ担当鈴木三曹です。ツッコミ担当、はい。ご栄冠大波給与員、ボケ担当三等階層井上さなりです。あ、もう完全にボケですね。お二人は給与希望だったんですか。いや、私は最初教育隊に入った時は運用希望。運用希望、はい。あ、私は、尊敬する高校の先輩が給養員だったっていうことを高校の時に聞いて、私もちょっと給養員になりたいなと思って、入りました。その自衛隊に入った先輩がきっかけで、はい。で、その先輩っていうのがこちらの先輩。すごい。同じ地元なんですか。あ、はい、そうです。同じ高校の先輩後輩コンビです。ちなみに高校の頃から料理とかはされてたんですか。高校の時はほとんどしてないです。私も全くしていない状態でこちら入ってきました、ね。まあ、先輩たちがかなり優しいので、はい、入った時も本当無知な状態でも優しく教えてくれるので、私は本当何不自由なくここまで来れた感じですね。全然ボケないですよ。ちょっと答えるの真面目になっちゃうんですけど。真面目な答えありがとうございます。はい。お料理を作るのも食べるのも、そして海や船が大好きというそこのあなた、護衛艦の給養員おすすめです。今回の缶詰はいかがでしたか。護衛艦大波のカレー、最高に美味しかったです。海上自衛隊はカレー以外にも美味しい料理がたくさん食べられます。これからも缶詰はいろんな食事を紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。